最初はですね、皆さん、ご存知だと思いますが、山下達郎のナンバーで、ライオンタイムを聴いてください。Keep this 世界は忘れ
ました。1曲目が、山下達郎のライドンタイム。これはね、もう30年ぐらい前の曲ですか、ついこの間の曲だと思っている人は結構言ってますね、はい。それから次の曲はですね、新しいよね。いや、次のって2番目の曲。2番目の、なんてドラマでしたっけ。なんか女医さんの、米倉涼子の出てた、ドクター X のテーマソングですね。はい。ね。今日は米倉涼子になりきって、失敗しないから。失敗しないで歌いたので、大きな拍手をお願いします。はい。それではですね、次の曲、また打って変わってですね、なんとドリカム聴いていただきましょうね。毎回ね、一生懸命カラオケボックスに通って一回行ったら8時間は帰ってこないというカラオケボックス、この血の出るような、この訓練の成果を今日谷口由紀子が花咲かせます。聴いてください。何度でもよろしくお願いします。Thank you.
はい、どうもありがとうございました。カラオケボックスの練習の成果がありましたね。ありましたか。はい、今日はダーリンも見に来ているようなので、帰ったら、ね、いい報告があるんじゃないかと思いますが、報告といえばですね、次に歌っていただく清水エリザベス、いや、僕たちの間ではですね、よしみという名前はサブネームということで、清水エリザベスという名前で通っておりまして、実はですね、エリザベスとキャサリンという、名前でですね、実は、私たちがやっているジュエルボイスの、専属ダンサーということで、加盟していたところでございまして、エリザベスとキャサリン、今日は、素晴らしい歌を聴かせていただけると思います。それでは続きまして、清水エリザベスの歌で聴いていただきましょう。始まりの時、変わった別れが出会いを
手拍子もよろしくお願いしたいと思います。それでは、最後に入れていきます、福原美穂で、Love with a Song。世界中にThank you.
もありがとうございました。プロテクトホームの演奏でした。本日これで、全ての演奏を